ウォルター、およびビッグ・バン・ウォルターのリングネームで知られる、バルター・ハーンは、オーストリア・ウィーン出身のプロレスラー。2005年11月にデビューし、2007年1月に、マスクマン、が、チャピンとして、プロレスリング01マックスに初来日。ガチャピンをモチーフにしたコスチュームを着用し、マスクは、試合によってつけたり外したりしていたが、頭髪を緑色に染めていた。 日本デビュー戦のタッグマッチで、不動力屋から3カウントを奪い勝利。帰国後は、ビッグバン・ボルターに改名。2010年10月、ザック・セーバー・ジュニアから、WXW 統一世界王座を獲得。2011年1月に、ドイツで行われた、関本大輔との防衛戦に敗れタイトルを奪われるが、5月2日、第日本プロレス新規場大会において、 関本から奪還。2012年5月に、エルジェネリコに敗れるまで約1年間タイトルを保持した。その後は、プロレスリングゲリラ、オーバーザトップレスリング、プログレスレスリングなどのシングル王座を獲得し、ヨーロッパ中心で活動するプロレスラーの代表格として扱われるようになった。レスリングオブザーバーニュースレターが選ぶ2018年、ヨーロッパ MVP を受賞。 2019年4月5日、NXT Takeover ーー、ニューヨークで、WWEUK 王者のピート団に挑戦。終盤にビターエンドをしのぐと、セカンドロープからのパワーボム、トップロープからのスプラッシュと繋いで勝利。王座をダッシュした。11月4日、大日本プロレス両国国技館大会に参戦し、名優である、関本大輔のデビュー20周年記念試合に出場。 関本とタッグを組んで、岡林雄二、日の広史組と対戦し勝利した。ありがとうございます。